はい、では最後のニュースです。こちら、ペコラマミー VTuber デビューということで、これエイプリルフールネタなんですけど、めちゃくちゃバズってて、しかもそのなんていうの、ペコラマミーのお姿がちゃんと動いててすごかったですね。なんかホロライブの中の初配信で同節1位をもぎ取ったらしいです。なんかうちも見たんだよちょっとでもなんかペコラマミーの配信ちょっと見たんだけど、なんかうちはペコラマミーになんかペコラがに石をくれた先輩ってペコちゃん以外にホロライブのメンバーは知ってますか？いつも仲良くしていただいている3期生のみんな、マリンちゃん、フレアちゃん、ノエルちゃん、みんな今後も仲良くしてね。あとはムーナちゃんやキュラちゃんも知ってます。時々配信も見てるけど、とってもいい子だね。ソラ先輩も知ってるんだよ。コロネ先輩も、ミオ先輩も知ってるの。ミオ先輩はよくペコちゃんが占ってもらってるよね。いただいた石も飾ってるのを見て聞いた時に、ペコちゃんがミオ先輩からいただいたんだよって教えてもらったの。とってもいいみんなに囲まれて、ペコちゃんは幸せだなってマミーはいつも思ってます。一回ね、ペコラの企画でね、1万円でペコラにプレゼントを買うとしたら何を買うかを検証みたいな。みんなは誰から見たいとかある？実際のところ。ミオ先輩多くね？ミオ先輩じゃなかったんです、実を言うと。ミオ先輩かなと思ったんですけども、ミオ先輩ではなく、ゴッドミオンさんですね。ビッグゴッドミオン大先生、宇佐田ペコーラがもう とてつもなく信頼を寄せている、占いのね、タロット占い師の方がいらっしゃるペコなんですけど、ミオ先輩とも言うんですけども、1万円で お買い求めしたのはこちらとなります。トゥルー、綺麗な石ですね。結構みんなもなんか石じゃねえか石じゃねえかと言われておりましたが、こちら、じゃあお手紙ちょっと読まさせていただきます。ペコナへ、うちだよ。ビッグゴッドミオンだよ。だいたい1万円くらいで買ったアメトリンを送ります。アメトリンペコだって。アメジストとシトリンが混ざった石で、これくらい大きくカットされているのは珍しいよ。石の意味は幸運を引き寄せるだよ。幸せウサギになーれ。ありがとうございます、ビッグゴッドミオン大先生、ありがとうございます。しかもね、しかもこの手紙見てて、サイン入り、やったー、やったほー、やばい、やばいよ、サインも入ってるよ、やばー、こうやって飾ろうかな、家に。なんかそれを部屋に飾っているらしくそれがペコラマミーの口から語られましたね。ペコラってちょっとミステリアスなとこあるというか、プライベートがわからないタイプだと思うから、なんかこういう風にがっつりプライベートな感じの話が聞けて面白かったです。はい、あ、そう、プライベートはね、あまり明かさない主義というか、基本的にこう一匹狼系だから、なんかこう自分のことをめちゃくちゃ話すっていうタイプでもなくて、あってもね、なんかこっちからめちゃくちゃ質問しないと、質問したら答えてくれるけど自分からは話さないから、今日はどんな情報が聞けるのかみたいな喋ったらねってところはある。ペコラマミーにめっちゃ暴露されてた